いつも小林消防設備の動画をご視聴していただき、ありがとうございます。福岡県武前市の小林消防設備の小林です。こちらは二酸化炭素消火設備手動起動装置になります。二酸化炭素消火設備の場合には、二酸化炭素、生ガス自体に毒性がありますので、手動式が原則となります。ただし、無人の防火対象物様などの場合には、自動式が認められる場合もあります。 こちらですね、使用方法なんですが、まずですね、こちらの扉を開けると、対比警報が流れます。その後にですね、こちら、二酸化炭素放出押しボタン。こちらをですね、強く押して押し破ると、ガスをですね、放出できる準備が整います。 えー、こちらのです、ね、消火設備の場合には、えー、危険なので必ずです、ね、遅延装置が設けられているんですが、えー、遅延時間はです、ね、20秒以上なんですがそのです、ね、設定された時間内に、えー、こちらの非常停止ボタンを押せば、えー、放出というです、ねえー、動作、えー、行為自体をです、ね、取り消すことができます必ずです、ね、この非常停止ボタンが効くのは 遅延時間内であることにですね、注意が必要となります操作の詳細についてはこちらのです、ね、取扱説明に記載がありますので、えー、二酸化炭素消火設備をですね、ご設置されている防火対象物の関係者様ぜひ一度ですね、こちらの取扱説明 再度ご確認をお願いいたします。